ここにですね夏季完成レーダー照射事案に関する韓国国防省の映像公開についてという議事があるようにまさしくこのレーダー問題ですね、岩屋防衛大臣がのお話をする前に国防部会長の山本智弘さんがですねあの非常にあの明快なおっしゃったんです、韓国側の説明は二点三点しててね意味のわからない映像を公開したと、嘘に嘘を重ねて、一体どうやって事実を確定するつもりなのかと。 こ,れあのこの部分はです、ねあの、冒頭のここまでは大臣のまいさの大臣の挨拶ってというか発言まではね、メディアに公開してるんですよ、あ<ー>だから、部会長よくぞ言われたりですよ<ー>、ねで、それを受けて、安保調査会長の元防衛大臣の小野寺さんは、あ例えばですね、これ、僕の汚いメモで申し訳ないけど、ポイントは全部メモしてます、ね、あの外務省は協議を、ま、外務省、本当は防衛省もですけど、韓国と協議する姿勢だと。うん しかしこれは、協議ではなくて、えー、抗議であるべきだと、そういう強い姿勢で臨むべきだということを、ですね、えー、あの小野寺さんらしく非常に誠実におっしゃいました。えーまあ、そういうことも踏まえた上で、じゃあ、防衛大臣がどういう話をされたかというと、岩井さんのことを僕はあの信頼してます、ね、防衛大臣の部屋に旭日記を初めて掲げたって、この間、トラドルでお見せしましたよね。はい あの党内ではリベラルな方です、あのあの偽リベラルというのはあの、まともな弱者の味方という意味での岩井さんですけれども、あのこの時のご発言は、ですねこれはあの防衛省や外務省とすり合わせた上だと思いますけどどの韓国に強い遺憾の意を,を申し入れたと、うんえーね、これあの、改めてね、うん、遺憾という言葉がそれでいいのかと、うんえー、ダジャレ言うつもりないんですよ。はい、えひょっとししてて期待してる <laughs> ね 言わない<え> <laughs> これあの遺憾の意というのをこれよく言われることですが英訳するときにあの中学の基本単語ですよねあのカタカナで言うと「リグレット」うんね、あの普通に言うと「うん、I regret」あるいは「regrettable」という言葉に置き換えられるんですよ。うん、そうすると英語で普通に聞くとですね「私は後悔してる私は 申し訳ないと思ってる。I am sorry.I'm a sorry と同じ意味に受け取られることの方が多いんですよ。で、日本語の遺憾も、これはあの、遺憾なことでありますっていうのは、すいません、こんなことになっちゃってっていうのもある,あるし、相手に向けた意味もあるんですよ、日本では。ね、そういうあの残念なことをしてもらっちゃ困るじゃないですかという意味も、日本語にはあって、英語もゼロだとは言わないけれども、普通に、例えば防衛大臣が今回のレーダー照射事案で、 と言ってしまうと、ですね,ね今、女子のグループでこのあの、怪我した人が、け我してないかその、襲われた人が謝罪して、ここどういうわけだということで、なんかけさ、NHK ニュースまでわざわざ大々的にやってたけれども、そのことと同じようなことを、ですねずっと日本政府は長年やってきたんですよ。でこれが正直、世界を回ってると、ですねどれほど誤解を生むかと。 で防衛大臣は大臣の立場で、さっきの総理の立場と同じようにね、今まれ通り遺憾ってう言葉を使われたんでしょうが、ちょっとそこは本当はもう、これを機会に遺憾っていう表現はやめたほうがいいですよ、まさしく小野寺さんがおっしゃった通りね、抗議なら抗議とはっきり言うべきであって、で最後にその大臣は、協議は継続していくとおっしゃって、そしてじゃあ、この議事、議事っていうのはこれ、あの、 役人の側の説明なんですが、ここ、質疑たでしょ、はい、質疑になった時に、さっき言いました通り、はい、この写真とおり、あのまあ、真っ先に手を挙げて、はい、とにかくあの当ててくれるんですよ、手さえ挙げれば、はい、どうせ問題発言するに決まってるのに、<laughs> ね、で僕が言ったのは、さっき大臣が協議継続とおっしゃいましたが、反対ですと、するとあの国防部会はです、ね、はい、また入管法の再来かというね、はい、また反対かという,、はい、いう雰囲気が明らかに流れたんですが。はい あの僕はその反対に付け加えて、ここにあの自分の、えって自分のことですけど、発言の前にちょっとメモしてたのは、競技を打ち切るべきですと、これ、打ち切りって書いてあるんですよそう言いました、打ち切るべきですと、なぜかというと、こうやってあの競技ってずるずる続け、いかんです、いかんですって言ってたらどうなるかというと、慰安婦の作り話と同じことになりますよと、なぜ慰安婦のお話と同じになるかというと、 さっきの、ここにね、改めてあの映し出した韓国のあの映像をご覧になりましたね、なんと、BGM がついてるんですよ。しいねバックグラウンドミュージックが。BGM ードのね、曲がね。もうその感覚が、こんなの映画でやったら、誰だこんな現実話した映画作ったやつだって言いたくなることを韓国、現実でやってるわけですよ。bgm ついててしかも これはの防衛省からの公式な説明でもこの場であったんですけど、自分で取ったのは10秒しかないわけですよ、あとは日本の発表したやつを勝手に編集して、ですねその P1 って対戦相関機が脅したんだっていう話を無理に作ろうとしてるわけです、これを見ても明らかに韓国はすでに事実の解明じゃなくて、宣伝の段階に入ってて、ヤンフとそっくりですと、それをやるのが協議の継続だから、打ち切る。 打ち切るだけじゃなくて、じゃあどうするかって提案がなきゃいけないから、私は提案しますと。これは国連の安保理に話を持っていくべきですと。なぜかというと、これ当事者で、ね、今までの日韓関係の現実から見ても、日本は事実を淡々と言ってるのに、韓国はどんどん嘘を言って、今までのそのヤンホをはじめ、他の応募校のことも含めて、同じような話になっていくと。だから当然これは、 第三者を入れるべきだけれども、簡単に第三者を入れるんじゃなくて、これは、実は、この事案の中身が、北朝鮮と韓国の関係は一体どうなってるかということに絡むと。本当は、北朝鮮の漁船が遭難したんで、単純に救助に行っただけにしては話がおかしいと。例えば、韓国の海洋警察だけじゃなくて、なぜ軍艦がわざわざ行かなきゃいけないのかと。漁民の救助に。 その船に乗ってたのは、一応4人ってことになってるけど、本当にもともと4人かどうかわからないけども、料理する人は少なすぎることも含めて、北朝鮮と韓国が国連の安保理に説明できないような、異様な、実は密着した関係を持ってるんじゃないかということを含めて、当然、国連の関心事だから、日本では国連の安保理に持ち出すって、なんか大げさな話を大きくするに思われがちだけど、これ、話が違ってて、国際連合っていうのは、もともと。 紛争の抑止にも大きな目的があるので、これ以上、日韓の関係がおかしくならない、あるいは紛争にならないようにするために、安保理に持って行って、そこで公正な場でね話をするのは、むしろ韓国もやっぱり嘘をつきにくくなるし、むしろモデルとな、穏やかな提案なんですということをその申し上げました。それで、他の方からあの出た意見も、これ、全部、全部メモしたんですけれども、ああ時間もあって、え、ー 全部はもちろん紹介しきれないけれども、一応、防衛省、外務省の説明で出たことで、えー、皆さんの関心に関係あることをちょっと言っておきますとね、ネットでは、韓国の軍艦が国旗を掲揚してなかったという、あのー、話があるけれどもというのをです、ね、これ、元自衛官の宇土さんが、参議院の宇都さんがきちんと質問なさって、それに対して防衛省から、見にくいですが、右マストに国旗が掲揚されてますという回答がありました。 それから、えーえー、具体的な場所については、防衛省はこれ、言うわけにいきませんと、なぜ言えないのかという説明はなかった、でただしその、この北朝鮮の漁船といわれる船から、救助要請はなかったと、ね、ここは不思議ですね、これあの、場所を言えないと言いながら、e z 日本の e z であることは間違いないと。ね、するとあの 救助の信号を出したときに、日本側が補足できないというのは考えにくいんですよね。はい、だからあの、謎は謎のまま残ってしまっているけど、そ,のそういうこの会議がありました。で、はい、次。で、これもう一回見ていただくとですね、今度は外交部会、外交調査会、合同会議で、で、これはですね、あの日韓のおことは国防でやったから、実はね、クジラのこと、IWC の雑体とか、 あるいはキム・ジョンウン委員長が中国行ったとか、はいはい、そういう資料がこう山のようについてるわけです、ね、それでもちろん、それの話もたくさん出てき、えー、たんですが、僕から質問したのは、ですねその最後の方に僕から質問したのは、このあたりなんですがあの、ここに12月22日って書いてるのは、これ、のことかというと、ですねこれ、実はですねもう一回言うとあの、レーダー照射があったのは去年の12月20日です。ね ところが、その2日後の10月、12月22日に連、ね、連合ニュース、連合ニュースというのは、元は連合通信といった、韓国の代表通信者です。皆さん、あの、これ、日本では知られてないんですけど、この際、理解していただきたいのは、ほとんど、すべての主要国に代表通信者ってあるんです。その国の立場を外に向けて発信するのが、 大きな任務の一つで、それが、もともとここに本社があった日本だと共同通信です。ね。で、共同通信は、あの、政府の補助を受けてませんけれども、しかし、社団法人で、地方紙の連合体で、代表通信社は、申し訳ないけど、G 通信じゃなくて、えー、他の会社じゃなくて、共同通信が代表通信社として、本来は日本の立場を世界に向けて発信する。その機能が共同通信が弱いっていうのが、僕の時代から課題になってるわけです。連合通信社 今、名前変えて連合ニュースは、韓国の立場を世界に向けて発信する機能は、日本の共同通信よりずっと強いです、そういう意味では、政府の立場に近い報道を、例えば韓国に中央日報とか東亜日報とか、それぞれの新聞がありますけど、反響かありますけれども、連合ニュースは一番政府や、あるいは国防部、韓国の軍部の立場をそのまま反映する、別に非難してるんじゃなくて、 その韓国の立場を世界に配信するのが任務の一つだからです、その連合ニュースが、この今僕があの自分で忘れないように書いてる、それしか書いてませんが、12月22日にですね、ちゃんと配信してて、ですねその配信記事を読むと、これ実は、あの日本語になってないんです、ね、だから僕の知り合いを通じて、あの朝鮮僕、朝鮮語分かんないんで、日本語に訳してもらって、ただし、あの複数の人にお願いしました、真ん中の訳が出るようにねそれによるとですね。 なんと、そのニュースの中で、これは、あの、これは韓国、まず韓国政府の発表というのがですね、冒頭に書かれていて、これ、韓国政府の統一省、韓国では統一部っていいますが、南北統一のことですね、統一省から発表した中身として、この船に乗ってた、12月20日、ずか2日前の船に乗ってた、北朝鮮の4人のうち、生きてる3人と、亡くなった1人の、 ね、遺体を、うん、この当日、12月22日の午前11時に、反門店から北朝鮮に返したと、そういう発表があったってことが明記されてるわけですで、日本でこれ、全然言われてないから、僕はそのこのニュースを知って、ね、最初、朝鮮語で、ていうか最、最初、本当は。 英語で問い合わせがあって、で僕は朝鮮語読めないっていうので、実は、もっと正確に言うと、英語と日本語に訳してもらったんです。はいね、最初は英語です。で、そのこと自体、僕はびっくりしたんですが、さらにその連合ニュースの記事の後半にですね、その、軍の話によるとという表現があって、ね、もうちょっと固い書かだったですけど、分かりやすく言うと、軍の話によると、このお韓国があ、この北朝鮮の漁船を救助するときに、火器管制レーダーを、 日本の対戦哨戒機に照射したとで、日本は反発しているっていうのまであるんですよ。もう一回言いますよ、その3プラス1、生きている方3人と亡くなった1人を返したっていうのは、韓国の統一省の発表、後半は発表じゃなくて、軍の情報、軍の話によるとだけども、レーダー照射したっていうことを。 韓国は実質認めてるっていうのを、さっき言いました国に近い立場の連合ニュースで発信してるんですよ。ね、でそうするとですね、あの僕が聞いたのはあの、よくあることで、物事が起きた直後は本当のことを言ってたのに、後で相手方の出方とか見て話をだんだん変えようとして、嘘が、嘘を呼んでいくっていう経緯にそっくりじゃないですかと。だからまず日本はこの連合ニュースの お中身の審議からして、追及すべきじゃないですかと聞いて、まず外務省と防衛省はこれを把握してんのかと聞いたらですね、防衛省からの返事はね、防衛省の誰というのはあえて言いませんが、防衛省からの返事はですね、その場での、部会での返事は、この3人の生存者と1人の遺体を返したっていうのは把握してますと言ったんですよ。で、それが連合ニュースで報道されてるといる今、初めて聞きましたと。で、外務省の答えはうやむやだったから、僕は外務省に、これは、 ソウルの日本大使館が当然、こんなの把握してなきゃいけないから、一体どうなってるのかということを問い合わせてくださいと、ね、では外務省、分かりましたと言って引き取った、それに付随して、時間がないですけど、あの僕が聞いたのは、ですねこれを考えると、そのこの事件というのは、単純に漁船を救助したって話とは考えにくいと、なんでかというと、そのご遺体の検視も含めてですね、 生き残った三人の方に事情をしっかり聞かなきゃいけないので、いきなり二日後に送還するって普通考えられないと。ね。で、しかもその連合ニュースの中にある話として、12月20日の翌日の12月21日にすでに大韓赤十字、ね。日本の赤十字と同じ。韓国の赤十字から北朝鮮に通知書を送ってると。ね。生きてる三人と遺体一人を反分点から 赤十字ルートで返しますという通知書を送っているんです、翌日に、つまり全然調べてない、これ、普通に考えたら、北朝鮮からむしろ要請があって、その乗組員を補足してくれと、それに韓国側応じて、だから軍艦も出たんじゃないか、そこを海上自衛隊機に日本の e z だから見られたんで、近寄るなって意味で、かけえ艦船レーダーを照射した。 かもしれない。ただし、この説明だと全体がやや合理的になってくると。だからこれもちろん推論だけれども、連合ニュースという、もう一回言いますが、国家に近い通信社がそれをちゃんと記事として出しているんであるから、当然これを追求すべきだし、部会ではその報告が必要だということを申し上げて、その上で、この、この前の4日前の、これ11日なんで、4日前の7日の国防部会と、ね、 あの安保調査会の合同会議で申し上げた、国連の安保理でやるべきだというのは、ますます実はあの根拠が増してきたと思うと、こういう話っていうのは安保理で堂々とやるべきであって、なぜかというと、国連がまさしく北朝鮮の制裁、北朝鮮をあえて孤立化させて、北朝鮮の核・ミサイル開発も含めて、人権の問題も含めて、国連が正そうとしているんで、国連の場でやるべきで、むしろ僕は合理的な提案をいたしているんですと。 すると、多くの議員からその通りだという賛同はありました、で外務省、防衛省からこの、これは外務省もあったんですけど、外務省から回答はなかった、で今後、また部会で求めることになります、で最後に、その部会で、この徴用工という言い方をね、あのー、やめましょうと、ただし、外務省は、外務省の説明の中では、さっき言いました、朝鮮半島出身労働者長すぎるので、例えば応募労働者はどうですかと、本当は3文字だと応募行。 部会では言いませんでしししたたた。が、こういういい提案をいたしました、まあ、まだこのレーダー事案は途中経過ですけれども、少なくともちょっとここは問題だと思うのは、その連合ニュースの話っていうのは、公開情報ですよね、でこれをですね、あの出席した議員の中に、青山重春がこの3プラス1を返したと主張していると言ってる方がいらっしゃるようなんですが、そうじゃなくて。 これ誤解するのは一般の方だけじゃなくて、議員もそうなんですかそうじゃなくて、僕は連合ニュースがそう報道しているとで、それは韓国の統一省が発表したということは、事実であるということを言ってるんで、僕がじゃないです、僕がな、わけがないでしょうが、ねはいまあ、あの部会のいつもの報告です。はい